ちょーあちょーあちょー、どうもルイジェルドです。あ、緑に鉢巻きでね。はい、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャレギハマーです。現在2024年の、5月6日月曜0時2分ですね。はい、先ほどはね、もうUFO のね、3期5話の、聖チャンネル動画を撮ってきて、もう結構てんやわんやしてる状態でしたけども、はい、ちょっとだけ休憩できました。はい、今から無職転生2、17話ですね、 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましより生放送、世界丸見え、テレビ特捜部などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が持たず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、一日もやすば増加投稿続けてます。ぜひ応援お願いします。はい、それではいきます。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告あります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけ確認ということでお願いします。いきます、3、2、1、スタート。さあ、前回ノルンがなんか引きこもりになってもらったことがあったかな。うん、そらそうやね、もともと引きこもりやから。すごい怖い顔してるやん。前回ちょっとアイシャがね、前回かわいそうだったのね。私が妾の子だからって泣いたところね。はい、一応キャラクター表を出してます。ノルンっていじめられてたんやったっけ？友達はできんかったよな。
ほう、どういうことや、ほんまにどういうことや。おこ、要はルーデスと比べられるのが嫌ってことか。ああ、シルフィ今の A コントやったな今のは何やろ。ああ、陽動やね。これは笑える落ちやったらええねんけどな、全然引きこもってなかったみたいな。ああ、こん中入ってんのか。
くんな。誰の声？ああ、自分か。鍵はかけてへんのね。パウロどついたからね、これ。そうか、こういうシーンやったか。前回ね、このアイシャのココアもお前見てられへんぐらい買わせたわ。解釈がちょっとね。
ルークか。ああ前々回ね、これああ前回やな。いかようかなこれ。ああこれがジンジャーか。今のはパウロか。え違うな、今のは誰ん誰や。あ、これはあかん。これはあかん。どっちも見てて辛いね。
兄貴の気持ち多いな。可愛いな、娘さんいたね。なんだっけ、放課後堤防日誌の穂高夏美だったかな。いやリニアはファイル財産か。あ、そっか、プルセナは田中みな実さんね。で、確かノルンって相沢さえさんやったかな。そうね。あいやーいやー、ターニングポイント3、あれターニングポイント1、2ってあったっけか、これまでに。はい、まあこれは泣くわ。こんな、まあ自分兄弟でね、自分弟で、まあ兄貴しかおりませんけど、2人兄弟なんでね、妹がいないだけに、まあその辺の気持ちは分からんとこですけれども、うん、なんかもう見ててつらかったな。まあ、引きこもり経験も別にないんですけどもね。まあ、ただ人生に絶望して、世の中他全員自分以外敵やと思ったことはあったりしたんで、なんとなくその辺のこう感情を持っただけに、なんかこうね、まあ、前世の男の気持ちもなんとなくわかるところがあるだけにね、うん。どっちも見てて辛かったかな。まあ、今回はね、まあ、まず教室乗り込んで、ルーですがね、どれぐらい怖い顔してたけど、誰かが何かひどいことしたんやろうと思ったけど、その原因が自分やったっていうのがむちゃくちゃきついね、これ。うん。まあ、そこで立ち上がってくれたリニアとプルセナ、最高やったね。しかもあのコントも良かったしね。まあ、引きこもってたら、アホになる、あれ？プルセナの語尾なんだっけ？書いてたっけな、これ。ナノやったっけ、どこや、プルセナどこや、ゴビ、あ、それナノやね、うん、そうだ、リニアみたいにアホになるなの、そうだぞ、あのコント、確か前もあったよな、このコント、何回かあった気がするんだけど、これ好き、うん。で、まあね、アリエルもね、協力してくれて、ジョシュロをすっからかんにしてくれて、うん。でね、まあ、リニアも、じゃあリニアじゃあ、プルセナもね、んじゃあプルセナか、うん、プルセナも、なんか、何やね、先輩のなんか、擁護した振りかなんかしたんかな。ね、見事な擁動をしてくれて。ああで、まあ、乗るんで、まあまあ、そのね、ルーデウスはルーデウスで、まあ、かつての自分が、まあ、兄貴が必死にこう、まあ、正論を言ってくれてたと。多分、その、うざいことじゃなかったのね。うるさはそんなもん分かっとんねんとかじゃなくて、ああ確かその通りやって思いつつも、まあうざく感じてたんかな、全部無視したっつってたもんね。その兄貴の気持ちが今になってわかると、うん、で愛車は愛車でちょっともうね、最初パウロをどつきまくってたシーンって、あれ一期の18話とかその辺やったっけな、ちょっと忘れたけど、何やったかなあれ、確か、なんかルーデウスのことをボロカスに言うよってなったかなあれ、確か。ちょっとあんま覚えてませんが、なんかね、あさ、結局今まだ感想を読み直してないわ。感想だけでも読み直さんとね。確かね、ルーデウスのことをケチョンケチョンに言うってなったかなあれ。あ、しまった。よいしょ。違ったっけな、なんかそんなんで、なんでそんなん言われなあかんねんで、
確かルーデウスは怒ったんよね。確か1期やから、あ、そっか、2期の感想はスクショ取ったけど1期の感想取ってへんな。違ったらすいません。確かそうなったと思う。うん、お前は何しとってんみたいな。そのルーデウスも必死にこう、確かまたへ行くから、あれどこだっけな、出会ったん、それさえ覚えてませんが、必死になってようやくこうここまでたどり着いて、やっと父親のパウロと出会ったにもかかわらず、お前は一体今まで何をしとったんやみたいな、遊んどったんちゃうんかとか確か言われて殴ったん違ったっけな、確か。そこにだからノルンがやめてって、そうか、特攻してたのね。まあそれで当然嫌いになったと、父のことをあんだけ殴って、うん、そっから嫌いになったと。まあでもね、蓋を返せばそのまあパウロも、いやあいつはもうそんなひどい兄じゃないみたいな。でルイジェルドも、うん、あいつは尊敬すべき戦士だ、お前にもいつか分かる日が来ると。まあ、要するにそのね、親密な2人がそんなことを言ってくれてた。ただ、そのパウロの言葉ってのは幼かったから分からんかったっていうことで、今ならちょっと分かるみたいな感じになったかな。まあそこでね、もうちょっとの、お互いが同時に呼びかけたっていうのも、そのなんか迷いの中でやっとこう決心したというタイミングが一緒やったっていうのも、なんか演出的には非常に良かったし、まあ、そこからねルーデウスが、もうほんまにお前のこと分からんくて、もうどうしたらいいか分からへんねやっていう本音ね、取り繕うわけでもなく、ただただ本音を言った、でも俺はお前の前からいなくならない、ずっといるからっていう言葉で、まあノルンはようやくこう過ちに気づいたというかね、勘違いしてたというかね、なんというか、そのね、学校で兄貴とずっと比べられてきてたけれども、本来は誇るべきことやもんね。そう、うちの兄貴すごいねんぞと、私はすごないけどお兄ちゃんバリバリすごいねんみたいなね、ほんまやったらまあ、自慢できるような兄やったんやろうけど、まあその出会いが悪かっただけにこうなってしまったということね。まあほんでね、もう最後その七星がもし帰れた時に兄貴にお礼を言っといてほしいっていうのも、まあ非常になんかもう綺麗な終わり方だったね、これは。そういった意味で自分はこう神回やったと思います。やっぱその人の言葉っていうのはね、なんていうか、まあ、ありがたいもんやなと、なんて下手くそな回なんて下手くそな感想なんや、すいませんでした。いやだからね、だから誰かがこう何か言ってくれるっていうのは本来はありがたいことなんでしょう。そのまあいらんことじゃなければね、そのなんかコメント欄とかでもたまになんかこう、もうほんまごくまれになんか来ますけどね、まあそのほんまにその自分のためを思って言ってくれる言葉というものは無限にしちゃいかん、当然ね、だからその辺はこうありがたくね受け取らないかんなというふうにこう思わされたかなという、そんな回でした。はい、ということで無職転生2、17話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。ここから1分超で自己紹介するんで、興味のある方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約4年3ヶ月、仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL クリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして今日で1502日目、長いです。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月24日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションスタートしてまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画、自ら出て削除させられている地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言うために再生数、チャンネル登録者数がマジで伸びず、もうずっとしんどいやめたい言い続けてますが、それでもなおやればできる諦めないを伝えたい、そう思って一日も休まず動画投稿を気合と根性だけで続けてます。ぜひ応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジアルギーの浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。